く塗ったとて色ムラができてしまったりとか、毛先の方がすごくパサついたりしてしまいます。今回は泡カラーをする前に知っておいてほしいことについてお話ししていきます。美容室ではなくて自宅でセルフカラーをしている方多いですよね。そのセルフカラーの時にムラなく染められるとか、長い髪の方でも使いやすいっていうメリットもあって、クリームタイプのセルフカラーじゃなくて泡タイプのカラーを使っているって方かなり多いと思います。ただこの泡カラーってクリームタイプにはない危険性があります。その危険性だったりデメリットを知らないっていう方も多いと思うので、今回は泡カラーをする前に知っておいてほしいことについてお話ししていきたいと思います。特徴やメリット、デメリットを理解していただいて、セルフカラーをする際に役立てていただければなと思います。泡カラーちょっと気になってるとか、使ってるとか、使ったことがある方はもちろん、自宅でセルフカラーをするときにできるだけ傷ませたくない、そして数ヶ月に1回はセルフカラーをするっていう人などは知っておいて損もないかなと思うので、ぜひ最後までお付き合いください。では早速説明していきます。まずは簡単に泡カラーについて説明していきます。泡カラーはその名の通り泡で染めるカラー剤となっています。今まで市販のカラー剤だったり白髪染めは美容室のカラーと同じクリームタイプのものが主流でした。なんですけど、クリームのカラー剤は全体をムラなく染めるための技術量だったり塗り方だったりスピードなどが大事になってきます。ですが泡カラーはシャンプーのように染めれるっていうことで、細かい作業だったり順番を気にすることなく手で簡単に短時間で髪を染められるヘアカラーになっています。短時間で終わるので塗り始めと塗り終わりの時間差による色ムラを防げたり、シャンプーのようにくじゃくじゃくじゃーん、もみもみもみってやるので髪が長い方でも染めやすい、こういった点が特徴のカラー剤になります。で、泡カラーもクリームタイプも髪を染める仕組みは同じです。1剤と2剤を反応させて髪に色素を定着させる。違いとして見ていただきたいのが配合成分と塗り方の特徴となります。まずは成分についてですが、注目したいのが界面活性剤の成分になります。この界面活性剤自体はシャンプーや石鹸、トリートメントなどにも使われているのでその点は特にいいんですが、泡カラーの泡はこの界面活性剤が大量にあることで泡立ちます。ただそこで注意してほしいのが、界面活性剤の効果の一つに薬剤の吸収を高める効果があるっていうところです。トリートメントであれば吸収力が高まるのでむしろプラスに働くんですけど、カラーの場合は頭皮や髪の毛にダメージを与える成分の吸収力も高めてしまうといった危険性があります。吸収するんだったらカラーがよく入ると考えるかもしれませんが、ダメージが大きくなってしまったりカラーの色落ち自体を早めてしまうといった面もあります。吸収力が高くなるので染めた時に思ったより暗いとか、なんかすごい濃く入っちゃったなって泡カラーを使った時に感じたことあるっていう方もいるんじゃないかなと思います。そうやって一回ギューンって入ってしまった色ってジャンプしても落ちないんだけどってなってしまうこともあります。これも注意したいところですよね。またこの界面活性剤の効果でアルカリが髪内部まで浸透するといったことも考えられます。カラーをする上でどうしてもアルカリのダメージっていうのを避けることって難しいんですけど、泡カラーは界面活性剤の効果でアルカリもしっかり浸透してしまうので通常のカラーよりもダメージだったり負担が大きくなります。そして吸収を高めてしまうのは髪にだけじゃなくて頭皮にも影響します。特にこの泡カラーってほぼ確実に頭皮にカラー剤がつきますが、その時に頭皮にも影響を及ぼします。カラー剤に含まれるジアミンというアレルギーリスクの高い成分が界面活性剤の効果によって頭皮内部まで浸透してしまう危険性があります。そうなると頭皮が傷んだりアレルギーになる危険性も高くなります。そして次に塗り方の特徴の部分についても触れていきたいんですが、この泡カラーを使用する際に泡全体をバーって塗布して簡単に楽に染まる、短時間で終わらせることができるといったメリットに魅力を感じて使用している方多いと思います。でもよく考えてほしいのが、ヘアカラーを早く短時間で終わらせれるっていう観点ではもちろん泡カラーのメリットですが、果たしてカラー剤を素早く全体にバババババって塗るっていうのはいいのかっていう点ですよね。美容室での施術では当たり前に行っているんですが、お客様は一人一人の髪の状態だったり今までのカラーの履歴だったりダメージ具合などで薬剤の配合だったり放置時間などをコントロールしています。ですが市販のカラー剤ってどんな髪質でもちゃんと染まるようにお薬ちょっと強くなってます。どういうことかっていうと、当然なんですけど髪の毛って
根元に近い新しく生えてきた髪の毛ってダメージが一番少なくて、毛先に行けば行くほどダメージは蓄積されています。もっと言うと根元の部分、中間の部分、毛先の部分で髪の状態って変わってくるんですね。なので美容室ではその状態を見ていろいろと工夫して染めています。例えば根元の部分は根元、中間、毛先で色変えたりとか、同じ薬でも放置時間を変えるだけで色の染まり具合変わってくるので、そういったのをコントロールしながらムラなく綺麗に染めるようにしています。市販のカラー剤はこの根元に生えている健康なね髪の毛の部分もしっかりと染めることができるようにお薬が強くなってます。これまでにセルフカラーのやり方の動画でね説明させてもらったりしてるんですけど、セルフカラーをするにしても適当にバーって塗るんじゃなくて、まずはここ塗ってくださいねとか、この幅でここ塗っててくださいねっていうのを説明しているんですけど、髪の状態によって染まりやすい染まりにくいっていう場所があったりとか、この順番に塗っていくとしっかり染まるよっていうのがあるんですね。ですが泡カラーで一気にバーっとまんべんなく綺麗にもうさっと塗布すると、当然ですがやっぱり色が入りやすい場所とか入りにくい場所っていうのがあるので、結局早く塗ったとて色ムラができてしまったりとか、毛先の方がすごくパサついたりしてしまいます。なのでこのあたりはメリットデメリットを踏まえた上で、それでもやっぱり私は髪や頭皮が多少傷んでも短時間で楽に終わらせるカラーじゃないともう余裕がないとか、不器用だからどうしてもやっぱり泡カラーじゃないと難しいといった方もいらっしゃると思うので、もう絶対泡カラーは本当にやめてくださいっていうのはないので、きちんとメリットデメリットを理解した上で使用していただければなと思います。個人的にはやっぱり美容師っていう立場もありますし、カラー剤って薬剤を使う施術になるので、国家資格をきちんと持った美容師さんにご自身の髪質だったり髪の状態に合ったカラーをしてもらうのがいいかなと思うんですが、きっとセルフで染めるっていう方もたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思うので、できればそういった方はクリームタイプのカラー剤を使うといいかなと思います。セルフカラーをするのであればまだ比較的クリームタイプの方がいいかなと思うからです。またもし塗り方だったりクリームタイプのカラー剤について気になる方は、あやまるセルフカラーとかで YouTube で調べていただければ過去に動画を上げておりますので、そちらを参考にしていただけると嬉しいです。はい、ここまで泡カラーをする前に知っておいてほしいことについてお話ししていきましたが、皆さんいかがですか？もちろん泡カラーでも短時間で簡単にできるっていうメリットがあるのも事実で、実際に泡カラーで全然満足してるよっていう方もいらっしゃると思います。一番はご自身が一番いいって思った染め方で染めるのが一番なんですが、こういったね今お話しした側面もあるということで、メリットデメリットをきちんと理解した上で使ってほしいなと思います。ぜひ今日お話ししたこと頭のね片隅でも置いていただけたら嬉しいです。また私の公式 LINE のお友達追加もお願いします。追加特典として期間限定で5つの限定動画と私が出版した書籍の一部を無料プレゼントしています。お友達追加方法は概要欄のリンクからか、もしくは固定コメントのリンクから追加することができます。この機会にぜひ LINE のお友達追加お願いします。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。